皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日も、Webmaster Office Hour を始めたいと思います。今日もですね、サーチクオリティチームの田中と、ウェブマスタートレンダーの人の長山でお送りさせていただきます。今日はよろしくお願いいたよろししまくお願いす。します。はい。で、今日早速ですね、もうゲストの方に参加していただいています。ご紹介させていただけたらと思いますが、マイクオンにしていただいてもよろしいですか？聞けますかね？もしも、サトシさん、聞こえますか？まあ、ちょっと先に、行っちゃいましょうか。すみません。ちょっと今、カメラの設定中ですかね。はい。じゃあ、今の間に、音声がちゃんと聞こえているかどうか、皆さん、お知らせください。また、映像もちゃんと見れているか、イベントページ上でぜひお知らせください。もし、聞こえてなかったら、イベントページ上でお知らせください。あ、いらっしゃいましたね。サトシさん、聞こえますか？はい、聞こえます。あ、今日は、またハンガート、前回も参加してくださいましたが、今日もありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではですね、後ほどまた、質問タイムありますので、その時にご質問がありましたらお願いします。また、随時ツッコミを入れていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい。他の皆さんもですね、イベントページ上に URL を載せてますので、随時ご参加いただけたらと思います。その場合にですね、マイクのミュートと、あとイヤホンを使っていただいて、ハウリング防止にご協力ください。よろしくお願いします。はい。ではですね、スライド行きましょう。もうこちらはお伝えしましたね。音声が聞こえない、映像が見えない場合はですね、イベントページ上でお知らせください。はい。で、次、そうですね。このイベント結構もう何回もやってますが、まあ、どのくらいの方に見ていただいているかなということで、ぜひですね、イベントページ上で、もし今ご覧になっている方はですね、視聴しますかっていうボタンがあると思いますので、そちら、はいと押していただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。はい。で、次、こちらも、ご紹介です。今ですね、日本ではですね、2つの形式のハングアウトオンエアを行っています。ウェブマスターハングアウトというものと、ウェブマスターオフィスアワーというものですね。で、上が、オンライン事業形式で、Google からまとまった情報をご案内するものになります。で、今日はですね、下のウェブマスターオフィスアワーで、まあ、こんな感じで皆さんにも参加していただきながら、オンラインでのカジュアルな Q&A をやっていく、インタラクティブな、ものになります。という形で今日もオフィスアワーやっていきたいと思います。はい。で、最初、少しいくつか Google からのお知らせをして、で、その後に、Q&A に移っていきたいと思います。はい。で、じゃあ最初はですね、ブログ記事出しましたということで、前回の、そうですね、オフィスアワーから2記事出ましたね。インデックスステータスのデータがサイトのバリエーションに対応し、より正確に出るようになりましたということと、アップインデクシングの最新情報ですね。この2記事、掲載しましたので、ぜひご覧ください。はい。で、次は、Google からのお知らせ、パート2はですね、ちょっとイベントページにも事前に書いたんですけども、まあ、僕らのボスというか、マット・カッツがですね、サーチクオリティチーム、ウェブスパムエンジニアですね、マット・カッツが、日本でのリンク、悪質なリンクネットワークへの対処をやっているよと、それを、日本のチームがちゃんとやってくれてるぞ、みたいなことを、つぶやいてくれました。で、これ、結構、まあ、日本の中でも話題になったかなと思います。もし、こちらについてですね、ご質問がありましたら、今日はまとめてお答えできたらいいかなと思ってますので、イベントページ上、あるいはハングアウトでお知らせください。で、あともう一個、今日、先ほどお昼ぐらいですかね、ご案内を、Webmaster Japan Community、あと、Google Japan for Business のページ上でお伝えしたんですけども、ホスティングミートアップ @Google というイベントを、5月15日にやることになりました。はい。で、これはですね、まあ、皆さん、今ご覧になっている方もお使いになったこともあるかと思いますが、まあ、いろいろ、ホスティング、フリーホスティングとかですね、ブログサービスとかあると思いますが、そういうものを、そういうサービスそのものを提供している方々
に、役立つ情報、あとは、まあ、ウェブマスターツールを使うとこういうこともできますよとかですね、まあ、いろいろ様々、トピックをこちらからご案内するようなイベント、オフラインのイベントですね、をやりたいと思っています。で、詳しくは、コミュニティのページにご覧いただけたらと思います。参加フォームがありますので、そちらから申し込みをしていただいて、最大80名、先着順で、無料でご参加いただけますので、ぜひぜひ、フリーホスト、ホスティング会社の方は、お待ちしております。はい。これは、はい、ユーザーの方は参加できない？そうですね。今回は、基本的に、ホスティングサービス、フリーホスティングを提供している会社の方を対象にした、イベントになりますので、一般のユーザーの方向けではないという形になります。はい、わかりました。はい。という感じです。僕らも、参加してお話できたらと思ってますので、よろしくお願いします。はい。で、あとは、そうですね、Google からのお知らせは以上で、ここからはですね、いつものように質問してき、にお答えしていきたいと思っています。で、イベントページ上でご質問いただいてもいいですし、ハングアウトで、今、長谷さんに参加していただいているように、直接も聞いちゃおうという感じでもいけますので、どちらでも、お願いいたします。長谷さんなんか今回質問ありますか？特に。ないにしたっけ？さっきちょっと事前のあれで。なさそうですか？わかりました。また何か思いついたらいつでもご質問いただけます。ライブで質問がある方はいつでもハングアウトにジャンプインしていただけたらと思います。はい、今、お一人。先にいただいている質問の方に答えていきましょう。はい、一人今、ケンさんという方が参加してくださってるみたいですけど、ちょっとまだ、音声、まあ、お顔ともに見えないので、先にじゃあ、スライドの方ちょっと進めておきたいと思います。はい。で、ちょっと、前後しちゃいますけど、ハンガーアウトに参加する場合はですね、ハウリング募集、ハウリング防止ですね、のために、イヤホンをして、あと発言しないときはマイクをミュートにしといてください。で、あと、今、長井さんが映ってるように、顔が、まあ、公開されるというか、動画上に保存されて、後で公開されますので、そちらだけご注意、ご了承ください。はい。はい、じゃあ次行きましょうか。じゃあ、事前にいただいていた質問、いきたいと思います。あとですね、今ご参加いただいた検査、もし準備ができた場合ですね、チャットで、お知らせください。はい、じゃあ、質問いっちゃいたいと思います。で、まず、エブスペインさんからご質問いただきました。ありがとうございます。こんにちは、いつもありがたく拝見しています。ということで、ありがとうございます。前回は質問にお答えいただきありがとうございました。前回も質問いただいてありがとうございました。で、今回の質問は、4月7日のジョン・ミューラー氏の Google ハングアウトで、内部検査結果ページは、ノーインデックスタグをつけるべきかという質問があったのですが、この質問に同士は、ユーザーが求めるカテゴリーページのような質の高いコンテンツの場合、一概にノーインデックスにしてしまうことは意味をなさない場合もあるとおっしゃっていらっしゃったのですが、商品の、羅列や内部検査結果ページに設定してみた際、具体的にどのようなページが高品質として評価されるのでしょうか。また質の高い低い新コンテンツの判断はウェブマスターとしてはどのように行えばいいでしょうかということですが、そうですね、こちらはですね、まあ一言で言ってしまうと、まあ、またユーザーのためというあれなんですけども、まあ、検査結果からそのページを訪れてユーザーがハッピーかどうかっていう基準から考えていただけたらいいかなと思います。で、それでまあ、これ役に立つなと、検索しているユーザーがこのページ役に立つなというのであれば、別にノーインデックス入れなくてもいいかなと思います。で、例えばですね、探している情報そのものにたどり着くために、またトップに行って検索結果、検索し直さなきゃいけないとかですね、そういうような構造になっているのであれば、それはユーザーエクスペリエンス上あんま良くないかなと思います。とか、まあそういう感じで自分がユーザーだった場合に、そのページ、検索結果から訪れて、どう感じるかってところで判断していただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。という感じで、エムスペインさん、またもし追加で質問ありましたらお知らせください。で、ケンさんから、カメラは不具合で機能してませんが、マイクはミュート中ですということで、もしご質問あったら今、お受けしようかなと思いますが、いかがでしょうか。聞こえますか、ケンさん。
ではですね、マイクをオンにして、もしご質問がありましたらお願いします。まあ、ないようであれば、はい、とりあえずすでにいただいている質問をお答え。そうですね、今ですね、チャット上で質問はポストしてありますので大丈夫ですということなので、あ、もうすでにご質問いただいているようなので、じゃあ後ほどお答えします。ご参加ありがとうございます。はい、では、事前にいただいていた質問いきたいと思います。次は、ラブマスターゼロさんですかね、ありがとうございます。質問を記載させていただきますので、可能でしたら、回答をよろしくお願いしますということで、現在運営しているサイトの無断複製、いわゆる盗用に悩んでおりますと。でコピーサイトは個人的な経験などを含めて当方の記事の内容を、まあ、多少改変はしているけども、ほぼそのまま転記しているような形で、人の目で見れば明らかに盗用であることが分かるレベルであると。で、ウマサツルが DMCA の、 著作権侵害のですね、申請を行っているのですが、ほとんど文章が一致していても申請が通ることがほとんどありませんと。で、拒否の理由はすべて情報が不足していますなので、具体的にどの部分が盗用なのかを細かくピックアップしてフォーカスフォームに記入しても状況は変わりませんでしたと。またコピーサイトに貼られているアドセンス広告からポリシー違反の報告を行っても広告配信が停止されたことはありません。最近はスクレーパー報告フォームなどが設けられているしているようですが、インタラクティブな情報のやり取りではないため、それだけ権利保護に寄与してくれるものであるかが現時点では分かりにくいと感じる部分もありますと。そこでコンテンツの内容をコピーして公開しているようなサイトについても、今後オリジナルコンテンツを作成するウェブマスターがどのように対応すべきかということについて具体的なアドバイスをいただきますと幸いですということです。ありがとうございます。こちらなんですけども、まずですね、ちょっと DMCA の件、そこの基準とかですね、部分については、僕らと違う担当になりまして、今明確なお答えができないなというのがあります。おそらくですね、まあ、DMCA は DMCA で、のフローの中で結果をお伝えしたりとかしていると思いますので、まあ、そちらに従ってやっていただくという形になるかなと思います。で、あとこちらから言えることとしてはですね、まあ、日本ではですね、まあ、どっかのサイトから、コンテンツをコピーしてしまうと、で利用しているっていうケースの中で、結構多くのケースがですね、まあ、それにアフィリエイトリンクを貼ったりとかして、全く無価値なサイトを運営して、まあ、お金を稼ごうとかですね、そういういわゆるウェブマスター向けガイドラインにも違反するようなサイトのケースも多々見られるかなと思います。ですので、もしガイドライン違反に該当しそうな場合はですね、スパムレポートもありますので、そちらからご案内して報告していただければ、僕らの方でも対処ができるかなと思います。であとはそうですね、まあ、オリジナルなコンテンツであるってこと、どこがオリジナルかってことは大事なシグナルだと、思ってますので、Google でも絶えず、アルゴリズム改善してますので、まあまあ、ご安心くださいという、まあ、今後も改善していきますということですね。はい。カドシ君の方から何かありますか？まあ、目に余るようであれば、すでにご存知かと思いますが、報告フォームを使用して、どのサイトがどのサイトからスクレープを買っていくのいるのかっていうのを、教えていただければと思います。そうですね、はい、お願いします。はい、という感じで、じゃあ次行きましょうか。ケンヒロカさん、あ、こちらですね、ご質問いただいたの、タイトルタグの設定について伺いますということで、私がレストランを運営していて PC 向けと Android 向けに別の公式ウェブサイトを持っていると仮定しますと。で、どこのサイトのコンテンツや階層構造は同じなんですが、以下の点だけ違いますということで、PC サイトには東京のレストラン、平岡店と必要最低限の説明を書いて、一方の Android サイトにはタイトルの中に、東京ではないのレストラン、広岡店、美味しい500円ランチで評判ですとかですね、より広い要素の、広報要素の強いタイトルを設定しますと。あるいは、平岡店と、広岡店、と説明不足のタイトルを設定しますと。この場合、双方のタイトルタグ内の差が記者からの評価に影響することはあるでしょうかということですが、どうでしょうかね。私もこれどうでしょう
そうですね。PC 版サイトとモバイル版のサイトのタイトルが異なっているからといって、それが何らかの評価に影響するということは基本的にはありません。ただ、そもそものこの、状況の設定についてコメントさせていただくと、コンテンツや階層構造が、全く同じであって、そのサイトの目指しているものが全く同じであるのならば、URL を別にするよりかは、レスポンシブなものを一つの URL で作るというのが、おすすめです。というので、いかがでしょうか。はい。ケンさん、いかがでしょうか。ありがとうございます。ということです。ありがとうございます。はい、まあ、また何か追加の質問ありますから、いつでもお聞きください。サトシさん、タイトルタグの文字列が標準文字数か変わりましたよねと。検索した単語によって変わるようになりましたよねということで、これは、タイトルが検索クエリによって、そうですね。Google がその時の適切なタイトルを生成するということもやっています。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。じゃあ次の質問いきましょう。酒井良平さん、ありがとうございます。質問ですということで、最近 Google Webmaster ツールのインデックスステータスレポートで、クロール数の推移が表示されなくなりましたと。この件について経緯とか、今後のレポート復活可否などをお答えできるのであれば答えて教えてくださいということですが、これそうですね、最近変わりましたね。はい。この件ですが、元々の、インデックスステータスレポートの統計の中でこのクロール数というのだけは累積的な数字を示していたんですね。他の数字については現在どうなっているかということについての数字だったんですけど、これだけは歴史的にこれまでどれぐらいクロールしたのかということを示しており、ウェブマスターの混乱の原因になっており、で、あまり多く使われる機能でもありませんでしたので、それがもたらす混乱の方がメリットよりも大きいというふうに判断して、表示することをやめたという経緯です。なので基本的に、この、数字が、どのように、役に立っているのかということを詳しく教えていただけると、またこちらでも考える材料が増えるかなと思いますので、ぜひもし定常的にこの数字をモニタリングしていたということで、でしたらどのように使われていたのかということを教えていただけるとありがたいです。そうですね、またこれはすごい便利だったよってことがあれば、ぜひぜひ声を上げていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ次、シロウチダさん、ありがとうございます。リンクネットワークへの対処、実に嬉しいニュースでしたということです。ありがとうございます。シロウさん、ありがとうございます。現在、Twitter 上で相互フォローと広告ツイートだけを行う相互フォローボットがリンクネットワークと同じメカニズムで動いていますと。こちらボットやその使用者も近いうちに対策していただけるのでしょうかということですが、この相互フォローボットの意図がですね、まあ、どういうところにあるかということかなと思います。なんかランキングを、検索エンジンのランキングを操作したいということなのか、あるいは、Twitter 上で、何かやりたいと、アクセスを稼ぎたいとか、そういうことなのか次第で、ちょっと一概にも言えないんですけども、まあ、もし、Twitter 上で何かそういう悪さをしているものがあれば、やっぱりそれは Twitter さんの方に対処していただくっていうのが基本的なところかなと思います。もし、そこから検索エンジンに対して何か、を悪質な手法で操作しようというような意図が感じられるのであれば、それはぜひ教えていただけたらと思います。はい、という感じでいかがでしょうか。また追加で説明などがありましたら教えてください。はい、じゃあ次行きましょう。検出之さん、ありがとうございます。昨日日本語版ブログで翻訳が出た企業の電話番号は現在のところ google.com でのみご確認いただけますということです。 .com 以外、co.jp などへの導入の予定はありますか、全く未定ですかと。でもう一個、これに付随して質問ということで、企業の電話番号のウェブマスター向けヘルプ、ディベロッパー向けドキュメントが公開されていると。でヘルプでは JSON-LD の例だけでは、で、ドキュメントデフォルトで、JSON-LD が選択されていますと。で先日発表した音楽コンサートのナレッジグラフへの表示をきっかけに JSON-LD を Google がプッシュしているように感じられますと。何か背景があるのでしょうかということですが、田淵君どうでしょうか、これは。はい、
先にJSON-LD の、お話をさせていただくと、以前のオフィスアワーでも少しお伝えさせていただいたんですけど、JSON-LD はやっぱりその JSON の文法でそのまま書けるというところが大きな魅力で、一貫性も高いですし、メンテナンス性も高いと思われます。で、最近になってスキーマ .org でも JSON-LD の技法を追加しましたし、構造化データ、に関して言えば、新しい、書き方であるということで、プッシュしているように感じられるというところではないでしょうか。で、新しいものなので目立って見えるんですけど、引き続きマイクロデータなどももちろんサポートしておりますし、サポートし続けますので、JSON-LD がプッシュされているように見られるからといって、他のものがサポートされなるわけではないです。というところですね。あと、一つ目の質問に関して言うと、常にできるだけ、多くのユーザーにできるだけ、多くの機能を使っていただけるように努力しておりますという感じの答えです。はい、また、鈴木さん、追加でご質問あったら教えてください。ありがとうございます。はい、次、吉口美咲さん、ご質問ありがとうございます。今回のテーマとは少し違うのですが、今回も何でもご質問募集していますので大丈夫です。セーフブラウジング診断。今回のテーマって何なんでしょう？リンクの話だけかなと思われたってことは。いや、あれは別に今回のテーマであるというわけではないです。はい、なので何でも。何でもご自由にご質問ください。はい。はい、で、セーフブラウジング診断で、正常な結果が出なかった場合どういった対処をすればよいのでしょうかということです。で、例として、Google がこのサイトを巡回した時の状況ということで結果が出ていて、Google がテストした何ページのうち0ページでユーザーの同意なしに不正なソフトウェアがダウンロードされ、インストールされていたことが判明しましたとなどのように出た場合、検査結果にすぐ影響がないとはいえ、コンテンツブロックやクロールエラーの発生も危険となるかもしれないためクリーンにしたいですということですが、これちょっと僕様子が分かんなかったんですけども、どこが、正常じゃなかったかっていうのが、この0ページってところなのかなと思ったんですね。で、もし、不正なソフトウェアがダウンロードされありましたよってことが0ページってだってておかしいなと思われたかと思うんですけど、もし0ページだった場合は何も問題ないですよってことをお伝えしていると思っていただけたらいいかなと思います。というのでよろしいですかね。ちょっと、そういうことじゃないよってことがありましたら、またイベントページ上でお知らせいただくか、もう口頭で説明した方が早いと思えばハングアウトに来ていただけたらと思いますので、いいですか。はい、もし0ページではなくて、例えば具体的な、数字、2ページとか3ページとかっていうことが表示されているということでしたら、ウェブマスターツールの方で、セキュリティに関する問題の機能がありますので、そちらで、何らかのマルウェア、などに、あなたのサイトが感染していないかどうかをチェックしていただけるとトラブルシューティングの、材料にはなるかなと思います。また、セキュリティイシューに関しては、ヘルプセンターの方でもいろいろなヘルプ記事を公開しておりますので、そちらもぜひお話をください。ありがとうございます。大事なポイントありがとうございます。結構こういう系、ツールも情報もかなり充実させてきてますので、ぜひお試しいただけたらといいかなと思います。はい、ありがとうございます。で、次いっちゃいましょう。次も、吉口さんからありがとうございます。UGSL についてですということで、ユーザージェネレート、ちょっと分かんなかったんですけど、小学生で構成されたオープン SNS があったとしますと、ある玩具メーカーがその SNS とコラボレーションし、あるキャンペーンに参加した主婦に対し、モニターとして商品を配りましたと。小学生は仲間にこういうキャンペーンがあるよとリンクを貼って口コミをします。これは不自然なリンクでしょうか？商品に対してリンクを貼ることはユーザビリティ上問題ないのでしょう、ないのではないでしょうかと。こういったキャンペーンが行ったサイトでペナルティの判断を受け、削除せずにペナルティを解除できるものがあれば、審査が通らないものもあるそうですと。ここら辺の理由を教えてくださいということですが。UGSL って多分なんですけど、ユーザージェネレーテッドスパミーリンクじゃないですか。はい、あ、なるほど。ユーザーがそれぞれ作る、まあ、不自然なリンクみたいなものですね。そうなんですけど。なるほど、ありがとうございます。はい、でこちらなんですけど、まあ、ケースバイケースですし、あとは、それが、そのリンクっていうのが、
どういう意図がなのかっていうのがやっぱポイントですね。このキャンペーンについても本当にただただ、まあ、小学生とかその親御さんが、こんな素敵な商品があるよということでそれを伝えたいと思って貼っているものであれば別に問題ないと思うんですが、なんかこう商品を配るからリンク貼ってねみたいなことになるとやっぱそれって検索エンジンがなかったらそんなことしないですよねということで、まあ、意図がどこにあるかってことになるかなと。で、検索エンジンがなくてもそういうことをするかってことを考えると大体わかるんじゃないかなと思いますが、はい。なのでそうですね、これがダメとかどうとかっていうことを今ここで言うのはちょっと難しいですけども、まあ今みたいな考え方で考えていただけたらいいかなと思います。はい。でまた再審査のところで、まあ、削除しなくてもペナルティが解除できるものもあったみたいな話ですけども、これちょっとどういう噂なのかなというので、具体的なケースとかあれば教えていただけたらなと。基本的に、まあ、ガイドラインに載っている通りで、私たち公平に審査してますので、何か、まあ、判断のブレみたいなことが、とか、何か対応の違いとかっていうことがあるわけではないと思います。はい。この、具体的なシナリオに関して言えば、ちょっと、シナリオとして分かりづらいかなと思います。その小学生、実際にそのリンクを貼って口コミをしている小学生と、あとその、キャンペーンに参加している主婦の、関係がなんかちょっとよくわからないような感じです。そうですね。そこ、何かこれが一緒であるとするならば、やっぱりその商品っていうものが何かしらそのリンクに影響しているっていう設計なのかなというふうに考えると、うん。それってやっぱり検索エンジンがなければやらなかったかもしれない。あるいは、ちょっとそこら辺は分かんないですけども、詳細は分かんないですけど、はい。とかですね、またもし追加で説明がありましたらお願いします。ありがとうございました。はい。で、イベントページを見てみましょうか。まあ、でももう28分になって、はい、そろそろロジングに入らないといけないか。そうですね。あ、で、1個、いくつか来てるのが、セブンリンクネットワークスとありますが、そのセブンの内訳、具体的なリンクネットワークの具体的な名前をお知らせくださいということですが、これはお知らせできませんね、残念ながら。で、またこの、はい、できないですか、そんな意地悪な質問をしないでください。何かそういう、どこがやられたとか、そういうことをですね、意識するよりも、僕らこの7だけじゃなくて常にやってますので、今回数え方は、まあ、ある期間で7っていう数え方ですけど、別に7だけじゃなく、たくさん悪いものは、悪いとしてガイドライン版として粛々と対処していくということですので、どこだろうっていうようなことっていうよりも、ガイドライン違反をしないということ、ここが大事かなと思います。はい。ということで、結構もう時間になっちゃいましたね。はい。じゃあ、これからも、似たようなリンクネットワークがあれば、はい。引き続き対処は続けていくということなんですか？はい。そうですね。粛々と続けていきます。で、また必要な情報があればこちらからも出していきますし、まあ、いろんな手法があると思いますが、やっぱりこういうことをやっちゃダメだよということは、まあ、考えていただけたらいいかなと思います。はい。はい、という感じで、はい。という感じで、ちょっと時間になってしまいましたので、ここまでにしたいと思います。ありがとうございます。で、次回のご案内です。次回なんですけども、毎週2週間に1回というふうにやってたんですけど、来週、4月30日がですね、ちょうどゴールデンウィークの合間みたいなところでしたっけ、休みだったか、合間だったか忘れちゃったんですけど、ちょっとあんまいい日じゃなかったので、そこはキャンセルにしまして、5月の、まあ、早いうちにやりたいなとは思っていますが、ちょっとまだ日程が確定してません。また、Webstar Japan コミュニティであったりとか、オフィスアワーのサイトでご案内したいと思いますので、しばらくお待ちいただけたらと思います。はい。という形で今日は以上でいいですかね。はい。また今回もたくさんの方にご参加いただいて、質問をたくさんいただいてありがとうございました。引き続き、また次回も皆さんにお会いできることを楽しみにしています。サトシさん、あと、ケンさん。ありがとうございました。という感じで、ありがとうございました。今日はこれにて終了としたいと思います。ありがとうございました。また次回。お会いしましょう。失礼します。ありがとうございました。